11月24日から28日までの5日間、目黒区美術館区民ギャラリーで目黒区文化祭ユネスコ美術展が開催されました。これは NPO 法人目黒ユネスコ協会が、戦後美術家が多く住んでいた目黒区で芸術を通し平和を訴えようと美術教室や展覧会を行ったのがきっかけで始まったもので、現在は目黒区文化祭の一環として2年に1度行われているものです。新型コロナの影響もあり、美術展は3年ぶりの開催となりました。今年は発表の機会がなかったもんですから、作品が皆さん溜まってましてね、おかげさまで呼びかけましたら皆さんいっぱい出していただいたんで、結構充実した展覧会になったと思います。会場にはユネスコ会員のほか、一般招待の作家による絵画や陶器、手芸などさまざまなジャンルの作品およそ130点が展示されました。また地元の子どもたちや目黒区と友好都市協定を締結している宮城県気仙沼市の子どもたちの作品も展示されていました。この次はそれまでにコロナが収まってね、いつものように外国の子どもたちと絵で交流するという、そういうことが元に戻るような形になってほしいのと、世界のいろんな国々の紹介をここでできればと願っております。